朝から2回連続でちょっときつい動画が流れてますが、ひなくんから柳脇シーリング職人俺がおるってバレちゃったら、あいつは全部話さんだろ、バレんよ、隠れてその社長との件で今日は聞きましたよ、はい、あの時の心境をまずコメントの内容が僕が思ってた反応とちょっと違った。あれは実際くててたんですか？実際社長のことどうなんですか？社長のこと、はい、これ動画使うか使わないかわからんすよ、はい、もう本音で言っちゃってくれていいね。社長のこと、今日、はい、ずっとふざけてるけど誰も見てなかったっていうねはい、視聴者の皆さん、はい、朝9時半おはようございます。おはようございます。朝から2回連続ちょっときつい動画が流れてますが、まあ有言実行、先回さんからのあのね、視聴者意見をメールで、まあ、電話番号住所つけてくれたから、まあ、これに対応してこう、まあ、俺は何に誠意ある対応を取ってるかなと思ってるんですけど、ちょっと最初の1本で、あの職人の声まで聞いていこうしようかなと思ったんですけど、ちょっと、まあ、半分口も俺も言っちゃったから、ひなから、柳脇、シーリング職人の現場、今日誰かにしても1人、俺がおるってバレちゃったら、あいつはもう全部話さんだろ。まあ確かに。まあバレんように。隠れて、最後出てくるか出てこないかみたいな感じね。ただ本当にまあコメント欄で、まあそんな動画撮ってたら、そんな本音喋らないでしょっていうのもあると思うけど。まあ確かに本音がどこまで出るかっていうのはまあ聞く人の力にもよるし、でももう声出せて言えないんだったらいい年こいたら、社会人だからね、従業員だから、まあね、給料とか請負でやってるわけじゃないから、給料保証されてない、請負でもらう金額を揉めたわけじゃないからね。確かに。そうそうそう。給料でやってる中で、自分が独立したいって勉強しに来とって、しかも YouTube 見て、もともと遠くから名古屋に来るっていう機会で来たんだよね。彼の本音。まだ話せるかも、まあテーマになるだろうし、まあ、視聴者の目線で本当はこういうこと考えてんじゃないだろうかとかも、まあ表情から推測するかな、みんな。まああとはお前らの安井と美桜の力次第だよね。しかも安井さんにとって初の大仕事だから、回せてください。どうですか、回せてください。全然現場行くには俺がおるってバレるからと思って、ね、はい、あれより全然濃いやろ、セルが、うん、全然真っ暗だもん、全然暗い、やっぱ人全然怖い、そんな喋り方してないし、気持ち悪い、キノコが食べたい、どんなんだよマジで、海の子食べたい、やばいよ、そんな喋り方してないしね、ダッポハムでも食っとるかお前、やばい、何ダッポハム食べないじゃん、やばい、大丈夫ですか安井さん、いやおもろい、何がおもろいですかマジで、ちょっと見てたね、ただの悪口じゃないですか、それ社長にごますり良くないですよ、そういうところが良くないぞ、ちょっと待ってください、おかしくなった、ごますり良くないですよ、社長にダメな時はダメって言ってあげないと、物言う社員だよ、見て俺なんで物言う社員を全員蹴散らしてるわけじゃないな、お前みたいなやつ大切にしてるよ、なんか俺の御用聞きのやつを、逆に俺そういうやつはもう可愛いかなみたいな、やっぱりその時と場合によるよね、その意見するに対しても、うん、何でもなんか、ね、そうそう、あ無理ですとか言われとったら、それは意見じゃないもんね、さっき言ったように、うん、あ社長いました、あそこに、バレるのよ、はい、社長いました、あ、乗り換えどうしよう、はい、じゃあ視聴者の皆さん、ちょっとじゃあ現場に車止めて行ってみたいと思います。はじ、い、めましてですかね、一回現場で YouTube 撮り切ってた時に、マンションの時かな、塚本さんのマンションの時、マンションの時ですね。社長といらっしゃってた時。はい。はい、あ、その社長との件で今日は聞きましたよ。はい、もう察してた。察して。え、見ました？あの、公開されてから。公開されてからは見てないです。いや、公開されてから、めっちゃコメントで、社長への炎上がすごすぎて。それはチラッと。最初。見ました。初日の、上がって数時間後ぐらいのやつは見ました。いや、未だに来ますよ、まだ。あ、そうなんですか。めっちゃ来るっす。うん、はい。なので、聞きに来ました。聞きに来ました。心境、あの時の心境をまず。あの時の心境ですか。はい。あ、でも、YouTube 上がって、はい。まあ、コメントの内容が僕が思ってた反応とちょっと違ったんで、どっちかというと僕が結構叩かれるのかなって思ってて、最初見る、あの公開される前はね、はい、でそれで覚悟してコメント見たんですけど、思ってたのと逆の反応だったんでちょっとびっくりはしましたね。なんで叩かれると思ったんですか。いや、社長にしっかり怒られたんでやっぱあの時の僕の態度が悪かったのかなっていうふうで反省して
たんで、やっぱそれでめっちゃいい人じゃないですか。叩かれるかなって思ってたんですけど。その僕撮影にいなかったんですよ、はい。僕いなかったんですか、はい。あれは実際伏せてたんですか。いや、伏せてたつもりはなかったんですけど、やっぱり見る人から見ればやっぱりそういう風に見えて当然かなっていう態度もしてたかなって自分自身も思うんで。だからちょっと叩かれるかなみたいな感じ。そうですね。よし。そう言われたらもうすごいいい人すぎて、いい人すぎて、本当にいい人ですよ。周りの反応は井村さんだったり佐々木さんだったり、あれからどうですか、変わりましたか。話す機会となるきっかけじゃないですか、あれは。ああ、ちょっとあれ以降、まあメタオーバーとかもないですし、ちょっとあの僕がその大阪の方の応援に行ってたりっていうので、会社の仕事もそんなにやってなかったっていうのも あるんですけど、まあ河合さんなんかは、まあ、別にそんな気にせず今までどおり開けてくれたらいいよって言ってくれたらいいんで、まあ、しっかりフォローがあるみたいな。河合さんだから最近で一番再生数いってるのが、そうなんですか。そうそう、嬉しいのかなんかちょっと複雑ですよね実際社長のことどうなんですか。社長、はい、これ動画使うか使わないかわからんすよ。もう本音で言っちゃってくれていい。社長のことはどうっていうのは、別にあの件をきっかけに社長が嫌いになったとか、はい、そんなんは全然ないです。むしろあの件で社長のことを知れたっていうか、そこまで関わることもなかったから、はい、余計に社長との接し方とかも学べたかなっていうのめっちゃいい、まあ、いい意味で取ったらそうですね。実際なんていうんですか、こんなんもう勝手に社長にあの言われてから来たとかじゃなくて、勝手に来たんですけど。あ、そうなんですね。あの、まあ、ネタがなかったんで、まあ、勝手に来たんですけど、はい、僕もそれこれ動画見て知ったんで、はい、これ どんな感じだったんですかって聞いたんですよ、はい、で、柳脇は独立前提で来てるとか、独立したら苦労するやろ、そういうつもりを言ったんやみたいな感じで、そういう意図は感じ取れたんですか。まあ、でも社長的にはその会社側の意見として、うん、まあ細かいところまで、まあ、社長からすればここはどうなってんのっていう意見は僕はそこまで気にしてなかったところもあったんで、あ、それ聞いてやっぱりそこまでちゃんと考えてやらないといけないんだなっていうのも前回の時に思いましたし、もうコメント欄ではもうやめ絶対こんな会社辞めたいでしょみたいなやめちまえっていうのとかめっちゃ来てるんですけど大丈夫ですか。そんなことないですよあれきっかけでもうどうしようかな、やめようかなとはなってないです。なかったです。どっちかというとまあプラスに捉えてというか、まあめっちゃいい人すぎやん。ホモになりかけてますよ、惚れてますちょっと趣旨が変わってきた。僕ぶっちゃけろ抜き、ぶっちゃけろみたいな感じで来たんですけど、それに対しても本当に嫌になったとかはないです。別に辞めたいなとか社長嫌いとかならず全然ないですコメント欄ではそういうのがめっちゃ来てますよ、ね、絶対嫌だらしょみたいな。いい人すぎてなんかもっとボーって言ってんすよ。言ったら社長よく怒るよねみたいなあんなもんすよ、怒らすぎていいっすよとか、まあ、なんか社長コメント欄では社長が理不尽なんじゃないかみたいな。あ、確かに、まあ、あの動画的には社長が理不尽なんじゃないかみたいな、けどいきなりスイッチ入ったわひどいみたいな。そう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 、切れるポイントがわからないそういきなりだったんですか。いきなり、まあ僕ももうそこまではっきりは覚えてないですけど、社長のになんか触る態度発言があったから怒られたのかなっていうのをが僕はあるんでめっちゃいい人すぎるわ全部自分自分で。え、結婚されてます。結婚してます。お子さんもいます。お子さんもいます、はい、もしかして奥さんの尻叱れるタイプですか。あ、多分逆ですね、うちでは。あ、うちでは逆、停止関白系ですか。そう、うちです。意外。あ、そうなんだ。はい、多分嘘ついたら多分嫁に見て嘘ばっかりって言われるみたいな。いい人ぶれない、ここでは奥さん見てるんですか。嫁は、はい、知ってるのかな、たまに見てるっぽいです。で、今回のやつも見ちゃった。言われたんですよ。ごめんなさい、本当に。見てくれない。嫁さん的に意見どうやったんですか。見ちゃったよ。もうあの会社辞めないとか言われなかったんですか、嫁さんに。まあ、それはなかったですね。やっぱ嫁の反応っていうのは、そのコメントしてくれてた、うん、見てくださってた人たちとほとんど同じような反応だったんで、あの時はあの時の雰囲気もあったしっていうのも伝えて、厳しいところで頑張ってくれてるねみたいな感じで、奥さんにもうやめなよって言われてね、いるのもちょっとって感じですよね、うん、まあでも一般的な意見ってことですね、だから言っちゃえば。そうそう、奥さんは
多分現場とか知らないですよね。そうですね。ちょっとなあ、まあ、もっと盛り上がると思ったらな。いい人すぎて聞きに来てくれないし。ダメですよ、それは。いや、なわきさん、お年寄りはどうだやっぱり職人の世界って厳しいじゃないですか。はい。厳しい中やってます、今。はい。独立、まだしたいと思ってます。したいと思ってます。逆に、絶対やるぞ、みたいな感覚ですか。そうですね。絶対やろうと思って。気がついてる。まあ、やらなかったら、多分違う仕事やると思います。独立するっていう意思が。自分の中でなくなってるんだったら、うん、素敵なんやなわきさんなんで皆さん応援お願いします。やなわきさん始めほぼ始めましたから対応に困ってますからも。でも聞き出したいな意見なんかなほんまにカメラ回ってたら本音言えないぞとかなんかコメント欄でよく言われるから。そんなことないですよ。そんなことないですか。そんなことないです。今日のは本音ですか。本音です。本音だそうです。、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。また見てないだけお願いします。、はい、これからも塗り替え道場をよろしくお願いします。お願いします。はい、せーの、また見てね。ありがとうございます。ごめんなさい、ありがとうございます。帰ってきました。いい帰り。マジ本当に一個だけ途中で思ったのは、水さん結構質問してくれてたんですけど、うん、なんか社長に言われたから来たとかじゃないんですけどとか、そのなんか嘘になるような余計な一言を言ってしまい、うん、私はえそれ言うかと思って、うん、柳さんが感づいてるのかわかんないですけど、うん、どんな感じだったか言われちゃうか言わないです。めちゃくちゃ言ってました。そう、はい、チキンバイキン。安井さんの嘘結構早かったろ。でもいや、なんか今日ちょっと実習生の子二人とでちょっとまんまな落ちちゃったから忙しいのかもしれない。どんな感じだったっていうの、まあなんか本当になんか逆に火がついたらしいですね。その独立するのに言われて逆に火がついて、別にコメント欄で辞めたいとか思わないんですかみたいな感じで来てるんじゃないですかとか話したけど、なるほどね。そう、別に辞めたいとかも、その塗り替え道場辞めたいっていう気持ちもなければ、うん、社長を嫌だとかの今の気持ちもないみたいな、うんうん、逆になんか社長とここまで関わったことがなかったから、うん、社長との接し方もちょっと分かったし、あ、なるほど、ね、逆に独立するのに火がついたって。あ、なるほど、ね、で安井さんがなんかいい人すぎてホモになりそうになって、うん、柳脇さんがいい人すぎて惚れそうになってホモになっとった。言うたら動画公開初日、うん、あの世間の目はもっと僕叩かれるんちゃうかなみたいな。やっぱりふててたっていうか、僕のことをいいように思ってくれたとか。嬉しかったって。嬉しかったっていうか、びっくりしたって言ってた。俺のことを叩かれて嬉しかったって言ってました。もっと叩かれろ言ってました。で、なんか矢田脇さんをどうしても落とし入れたくて、めちゃくちゃなんか本当に悪口言わせようと頑張ってたのがこの人です。嘘。ちょっと頑張ったんですけど。いや、せんがだから。はい。いや、悪口言うような人じゃないからね、でもともと。そういう性格だもん。なんか、言わんぐらいですよ。本当になんか、まっすぐ真面目なんだよ。その思ってること別に言うじゃん、ちゃんと。じゃあここでいいんじゃないですか。まあ一応話は聞けたけど、悪口はまあ言わなかったよみたいな。動画1分になるの。なります。それだからのマジで。なります。お前の歌何やもんマジで。大丈夫、まあ、いや、皆さん、はい、もっと動画撮れたかどうかちょっと僕もまだ本編見ないとわかんないんですけど、はい、まあ、いい動画撮れたんじゃないでしょうか。はい、はい、ぜひまた皆さんチャンネル登録いいね。あのまたこんなような、また俺もね、あの仕事のこういう仕事に潜む闇を暴いていこうと思いますので。それただ俺がプチゲドとか。また暴こうと思います。ぜひ皆さんまた見てください。はい、お願いします。お願いします。せーの、また見てね。Yeah.